その勝負強い打撃で WBC やオリンピックにも選出され、生涯年俸50億円以上を稼ぎ出したと言われている福留孝介。今回はそんな福留孝介の面白いエピソードを50個紹介します。幼い頃、父に連れられて広島カープのキャンプを見た福留少年。帰り道で父に、プロ野球選手になりたいけどあんなきつい練習するの？と泣きそうな顔で尋ねていたそう。少年時代の憧れの選手は現中日監督の立浪和義。キャンプの練習を最後まで見ていると、なんと立浪がバットをプレゼントしてくれたらしく、坊やこれが欲しいのかいって CM を思い出したと後に語っている。中学卒業時には全国の高校からスカウトが訪れたが、福留は PL 学園一本に進路を絞っていた。他の高校のスカウトは思いを変えさせるために PL について死人が出た、体が大きくならないと悪評を叩き込んだらしい。福留が入学した頃の PL 学園は KK コンビ時代のような熾烈な練習はなく、同じく PLOB の宮本慎也は当時の練習量を聞いて、嘘やろそんなんでいいの？と驚きの表情を見せたそう。PL 学園では甲子園の予選前に行われる強化合宿が最も過酷な期間と言われているが、この練習についても福留はそんな厳しくなかったんですと答えており、宮本は PL 内部の改革が進んでいたことを間接的に実感した。そんな福留でも一番きつかったと語るのが、専門家を招いてのエアロビトレだったらしく、締め切った体育館で行われるためほとんどの選手が酸欠状態になっていたそう。PL の上下関係の厳しさは伝統的で、初めて清原和博に会った際、緊張しすぎて膝が笑っていたらしい。福留が入学してくる直前に、先輩たちは指導者からものすごいやつが入ってくるからお前ら全員抜かされると脅されていたようで、なぜか福留は面識がないはずの先輩に初日からミンチを切られていた。高校時代は西の福留、東の沢井と、後にロッテに入団する沢井亮介と並んで評価されることが多かった福留。しかし記者がこのフレーズを口にすると、福留は一緒にせんといてくださいと言い放ったらしい。U18 のメンバーに選ばれた福留は、国際試合でビーンボールを投げてきた韓国の投手に当選と言わんばかりのメンチを切ったそう。ドラフトの有力選手になった福留は、巨人中日以外は社会人と公言していたが、近鉄の佐々木監督がよっしゃーの声とともに福留の交渉権を獲得。福留は内心あんまり騒ぐなよと思っていたそう。速攻で佐々木は福留のもとに指名の挨拶に駆けつけ、福留も笑顔で応じた。しかし近鉄への入団に関しては断固拒否の姿勢をとっており、3度交渉の末佐々木が諦めたらしい。ちなみにその後福留は中日に入団するが、プロ6年目に佐々木が打撃コーチとして中日に招聘された。近鉄への入団拒否の経緯があったことから、福留は戦々恐々としていたそう。佐々木から過酷な練習を課された福留は、やっぱり佐々木さん根に持ってたんやと口にしており、時には気絶寸前まで追い込まれる練習を行っていたが、当の佐々木は練習で死んだやつはおらへんと言っていたそう。社会人野球に進んだ福留は、野球だけでなく仕事もこなしていたらしく、僕の仕事はオフシーズンにコピーを取るだけ、トダーの買い方が分からなくて焦りましたと笑顔で語っていた。逆指名制度で中日に入団することが規定路線となっていたため、福留は社会人時代に中日から毎月50万円近くのお小遣いをもらっていた。プロ1年目から1軍で活躍した福留だったが、注目されたのは三振の数とエラーの数で、新人王を獲得し大幅な年俸アップを勝ち取るも、エラーの数が多すぎると指摘され、記者には不満の表情を見せていた。新人の頃、大きな仕事の一つとして隣の山崎武史のロッカー整理をしていた福留。山崎から PL のやつは礼儀ができていると褒められたが、福留はいや僕のロッカーが汚くなるのでと言い放ったらしい。ショートの守備に不安を抱えていた福留を、星野は外野ならできるだろうと短絡的な考えでレフトに回し、その試合で何でもないフライを落球してさよなら負けを喫した。FA で中日に移籍してきた武田和弘は2桁勝利の出来高を結んでいたが、福留のエラーで失点した際、このボケわしには出来高かかってるんやぞと何度もかましを入れていたそう。次の打席でヒットを放てばサイクルヒットの場面で、福留は気合十分でバントヒットでもしてやろうかと打席に向かおうとしたが、星野の選択は大打くじだった。サイクルヒットがかかる場面での交代に対して憤慨していた福留だったが、翌日の新聞に福留のショートは誰が見ても危ないやろ、お前ら見ててわからんかと星野の談話が掲載されており、血の気が引いたそう。こうしてエラーするとあまりに怒られるため、福留はエラーした回は本気で隣のベンチに戻ろうと思ったことがあったと追い詰められた状態になり、星野の顔が夢に出てくることもあったらしい。ちなみに現役最後の年には根尾明と一緒にショートの守備位置で練習を行い、軽快なプレーを見せた福留。嬉しそうな表情を見せた福留はコーチに、1試合でいいからショートでスタメンにしてとおねだりをしていたそう。結局福留はショートから外野にコンバートされ、この時点で俺の野球人生は終わりかもしれないと危機感を覚えたらしいが、本当のところはもうどやされずに済むとほっとした気持ちの方が大きかったそう。
福留は先頭を行う選手として有名だが、実は2001年の契約更改では球団からアップ額を提示されながらも、こんな成績で給料を上げてほしくないと自ら現状維持を申し出たことがあるそう。そして翌年の2002年に福留は首位打者を獲得し、松井秀喜の三冠王を阻止する活躍を見せ、契約交渉の場でこれだけの成績を残したので今年は言わせてもらいますと宣言。3倍増に迫る1億2200万円で契約を更改した。翌年も34本を放つ活躍を見せ、年俸が2億円に到達した福留、佐々木コーチからは2年で2億稼がしたると言われていたと語り、これが現実になった。ちなみに希望額は2億2000万だったらしく、やや渋い表情を見せていたそう。さらに2005年のオフに福留は立浪を超える年俸2億8000万円を球団に対して希望した。しかし提示額は立浪を下回る2億4000万円。取材に対して福留は、今日1回で埋まる差じゃないから終わりました。今回は最初だから歩み寄る考えは特にないと畜生スマイルを見せたらしい。記者からの取材を受けながら駐車場に向かった福留は、知人から借りてきたという6000万円はするスポーツカーに乗り込み、年俸が上がらないからこれは買えませんよと言い残し、猛スピードで走り去ったそう。この年福留は自分の年俸額をアップさせるために、井端さんが1回ごねて3000万上がるのはおかしいと先輩選手までも出しに使っており、根負けした球団が立浪越えの2億7000万円を提示してサインに至ったとか。2006年に行われた第1回 WBC に福留はバッティングフォームを改造していたことを理由に不参加の予定だった。しかも出場球などが不透明だったこともあり、怪我したら1円にもならないし損と周囲に伝えていたらしい。WBC への不参加を決めていたが、ある日見知らぬ番号からの電話に出ると、オーレスの一言。結局2度にわたって王からの直電を受けたことで参戦を決めた。WBC の事前合宿中、同じ外野のポジションだったイチローのキャッチボール相手になった福留、あまりにボールの勢いが強く一瞬で80メートルほど離れてしまうので、翌日には肩壊すんで誰かイチローさんとのキャッチボール変わってくださいと助けを求めたらしい。大会期間中に極度のスランプに陥った福留は、奇跡の準決勝進出の際も喜びを見せるチームメイトと違い、もうお土産も買って帰る気満々、また苦しむのかって落ち込みましたねと当時の心境を明かしている。生き返れ福留の決勝ホームランのシーンはほとんど記憶がなく、この試合で覚えているのはスタメンが発表された時に自分の名前がなくホッとした瞬間だけだそう。WBC のスランプを克服した福留はこの年キャリアハイの成績を残し、オフの契約更改を前にマスコミの取材に対して、希望額は年俸4億円であることを示唆、何があっても譲らないとまるで宣戦布告のようなコメントを残した。球団は他の選手とのバランスも考えるとコメントしたが、これに対して福留は、自分でも満足のいく年だったし、やった時にはガーンと上げてもらわないとね、バランスなんて選手には関係ない、評価は言葉じゃなく金額と後世に残ることになる名言を口にした。福留は希望を下回る3億8000万円を提示した球団に対して、していません、球団としては精一杯と言われたが、いくら言葉で最大限の評価をしたと言われてもねと恨み節を連発した。結局球団は500万円を上積みして3億8500万円で福留は契約を更改したが、翌年にはあっさりメジャー移籍。中日フロント陣の中にはオフの仕事の半分がなくなったと喜びを口にした者までいたそう。カブスと契約を交わした福留に対して、地元メディアは福留のローマ字表記福留が放送禁止用語のカックを連想させるとして懸念する記事を掲載した。開幕戦でいきなり相手チームのクローザーからスリーランホームランを打つ活躍を見せた福留だったが、なぜか客席に掲げられたボードには偶然だぞの文字が踊ったらしい。メジャーから復帰する際に複数の球団が獲得に名乗りを上げたが、福留はあっさり提示額が一番高いとの理由で阪神タイガースと契約を交わした。阪神在籍時に KO された藤浪晋太郎に対して公開説教を行ったが、その真相はいつでも用意できるはずのバットを大量失点した後に持ってきたから、それは違うだろうと思ってだったそう。その後も事あるごとに藤浪に対してアドバイスを送ってきた福留、しかし手応えはあまりなかったようで、あいつは聞いてるのか聞いていないのかわからない瞬間があるって、多分聞いてないのかと自虐気味に振り返ったこともあった。一番すごいと思った外国人選手について聞かれた福留は、タイロン・ウッズと即答。その理由について、フォアボールとインセンティブを設定していたから選球眼がすごかった、パワーもすごいと語っている。対戦した投手で最も嫌だったのはダルビッシュ有と答えた福留、晩年は手も足も出なかったようで、向こうもカモやと思ってるのか、俺の時には伸び伸び投げてくると嘆いていた。引退した選手が集合したテレビ番組で最も稼いだ選手として紹介された福留は、司会のダウンタウン浜田から稼ぎましたかと聞かれると、お腹空いてますと回答し、スタジオを爆笑させた。45歳まで現役を続けた原動力について聞かれた福留は、そりゃプロ野球選手ならお金でしょう、バット1本でこれだけのお金を稼げる仕事なんて他にいないと即答した。
お金にうるさい選手として知られているが、11年に東日本大震災が起きた際に人知れず100万ドルの寄付を行っていたらしい。ということで今回は戦闘民族としておなじみの福留孝介のエピソードを紹介してきました。お金にまつわるエピソードが多めでしたが、若い頃は意外と苦労人だったようですね。このチャンネルではプロ野球での面白いエピソードをたくさん伝えていきますので、これからもよろしくお願いします。それではまた。